何か国益になることとかやってるんですか？皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV の時間です。今回のお題は、早速訪韓したあの方がまたいらんことをについてです。日本を貶める国会議員って一体何なんでしょうね。今回の動画の背景に使っている鳩に申し訳ない気もしますが、まずはレコードチャイナの記事からご覧くださいませ。では聞いてくださいね。2019年10月12日、韓国聯合ニュースによると、訪韓した鳩山由紀夫元首相が、日本による韓国への輸出管理強化を多くの日本人が支持しているのは、日本の景気後退で心のバランスが崩れているためとの見方を示した。11日にノ・ムヒョン元大統領の急遽訪れた鳩山氏は、国が違えば歴史に対する見方の角度も違ってくるかもしれないが、真実は一つであるとし、日韓両国が真実の歴史を理解し共に協力することに期待を示した。12日には釜山市内にある国立日程共生動員歴史館を訪問。4.5階の歴史展示館で合唱して黙祷し、7階の追慕の塔では献花して1分間の感想を述べた。この中で鳩山氏は、当時人口わずか2000万人の朝鮮半島から800万人もの人が強制労働や兵役に服し、このために命を落とした人もいる。日本人もこの歴史会を訪れて歴史の事実を正視することを望むと語ったという。また日本では多くの人が韓国への輸出管理強化を支持していることについて、日本の景気が後退したために心のバランスが崩れたためだとの見方を示し、日本は20から30年の経済の衰退を経験したが、中国や韓国は繁栄し発展した、これは日本人を嫉妬させるものとなったとの見方を示し、日本社会は強い日本を主張する安倍政権を支持し、全体が右傾化していると分析したという。このほか鳩山氏はメディアを通して自身が見聞きしたことを日本国内に伝えていきたいと語ったというとの内容です。いやいや、特に伝えてもらわなくても問題ありません。てか必要ね。それにしてもこの人はある意味ブレませんね。意味合いはどうであれ、ブレない人は嫌いじゃありませんよ。そんなことより、日本全体が右傾化してるんじゃなくて、普通の日本人の感覚を取り戻そうとしてるだけですし、前にも言いましたが、そんなにしょっちゅうお隣に行くんだったら、そのままそちらにいてもらった方がいいと思いますよ。なぜなら、飛行機代も日本国民の税金から出してるのに、日本の国益に反することをしてるんですから。だったら、日本国民を辞めて、あちらに永住してくれた方がいいと思ってる日本人も多いと思いますよ。そんなことだから、いくら総選挙やったところで、現政権がピクリとも揺るがないのが痛いほどにわかりますよね。本当に、もういいですから。以上、多分、簡単に永住権もくれると思いますよ。